ということで、今年のブラックフライデーは早起きする必要はありません。移動があり、小売業界ではこれをスーパーボールという。1億4000万円の資金で9000以上の数百万ドルの現金取引が金曜日から始まる。用意しているのはここニューヨークです。まあ、どんなに良いから誰よりも先に手に入れるためには駆け込むことが予想。インフルエンザの季節が連れ、すでに始まっています。知られていないインフルエンザの変異種であると思われ、多くの専門家も想定外の事態に。ひどい痛みにもすぐに効く。速報に戻ります。天然痘大流行の未確認情報。天然痘の流行は非常によく準備されたシナリオで、国家警備隊がマンハッタン電車も走ってない、橋は封鎖、天然痘は大変に危険。これまでの感染症以上の死者、十分なワクチンも行き届かず。はい、そこまで。これはパニックになることではありません。アメリカの全都市が完全に封鎖されます。ドルフィンによる死者は増え、セントラルパークは大規模な墓地に住むを変え、火災の報告が入っています。政府には大要素が略奪行為は大きく広がる。ニューヨーク市民は混乱しています。警察はどこだ。可能なユニットおよびピッツバーグで対応スタッフの大半は亡くなってしまった。対応策がないようです。動物みたいな扱いよ。我々の責任ではなく訓練も。状況が悪いのは最初から分かっていた。いや、想像以上だ。我々は最高の技術を誇る精鋭、呼ばれるのは最悪の状況下のみ。規則はなく制約もない。目的は残されたものを守る。我々は同僚、我々は隣人、あるいは君の友達だが、招集されれば任務が最優先となる。それがディビジョンだ。